今年もこの季節がやってきたな。厳しい寒さを乗り越え、今年も可憐に咲いた梅の花。甲斐市梅の里ではおよそ1000本の梅が見ごろを迎え、訪れる人たちの目を楽しませている。この辺りは梅の香りがして春が来たなっていう感じがしますね。そうですね、今日は本当にお天気も良くって、すごい綺麗に見れると思います。この公園には何種類ぐらいの梅が植えられてるんですか？全部で約20種類、本数としてはこの公園だけで約300本。丸山さんのおすすめの梅はありますか？こちらの藤ボタンしだれです。藤ボタンしだれ、色が綺麗ですね。そうですね、淡いピンク色で八重咲きなので花びらにボリュームがあって、遅咲きなので長い間楽しんでいただけると思います。いやー、ここから見る景色は綺麗ですね。そうですね、南アルプスの山々と梅を一緒に見れるスポットです。ちょうどまだ雪をかぶっている山と赤白のコントラストが素敵ですね。梅の里のもう一つの見どころが、この湖は八木箱といいまして、梅とまた湖で綺麗に見えるところです。人気の場所ということですけれども、はい、この辺りの梅はまたちょっと先ほどの梅とは違いますよね。そうですね、甲州小梅と言いまして、はい、煮梅、食べる方の梅です。5月ぐらいに収穫をして梅漬けとか梅ジャムとかを作っていきます。今食べることとかできますか？はい、ご用意しております。このしっとりとして絶妙なカリカリ感、酸っぱさたまりませんね。甲州小梅は肉厚で種が小さいのが特徴です。はい、確かに肉厚ですね。おいしい。この梅の良さをもっと多くの方に知ってもらいたいですね。はい、食用の梅も一生懸命育てていますし、ぜひ多くの方にお越しいただいて梅の里をもっと知っていただければと思います。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。